キッズゲームス。今日は最高のゲームを持ってきたよ。どんなゲーム？その名もうんち貝探し。うんちの違いを見つけるゲームだよ。いや、なんだよそれ。そもそもうんちってそんな違うのかよ。いろんなうんちがあるみたいだよ。僕たちのうんち貝探しをいいねで応援して。じゃあ早速やっていくよ。うんち工場の審査員なんて初めて聞いたぞ。僕たちは最高のうんちをお客様にお届けしないといけないのだよ。いや、誰がうんち頼んでるんだよ。ミスしないで5日間続けられたらいいみたい。なるほどね。まあやってみるか。それじゃあ1日目スタート。合格品と同じやつだけ通せばいいんだね。で、早速違くねえか。あ、ほんとだ。早く出さないと。焦りすぎだろ。よし、まずは1個。いいね。お、合格品ばっかりだね。いいですな。てか、このうんち喋ってねえか。確かに、なんか可愛く見えてきたよ。うんちに愛着湧いてない？ほら、このうんちもみんなと違って可愛い。いや、危ない。セーフセーフ。ちゃんと見てないとダメだからね。はーい。あ、今度はハートのうんちだ。押し出して。クモリンアタック。ナイスクモリン。1日目クリアだね。この調子なら余裕ですな。って、今度は鳥みたいなうんちかよ。合格品ばっかりだね。って待て、そのうんち目閉じてるぞ。いや、あ、ほんとだ。結構違いが細かいね。ふう、2日目も無事終了。で、なに？で、なに？よく見て、違ううんちだったんだ。ほんとだ、全然気づかなかったよ。間違えると爆発するんだね。また1日目からだ。最初からになっちゃうのか。慎重にうんちを見極めないとだね。まあこのレベルなら余裕。1日目クリアだね。今度はお餅のうんち？というよりこれはただのお餅じゃねえか。お餅のうんちだよ。なるほどね。あ、普通のうんちだ。いいね。これはオッケーで。いや、よく見て、口が違う。ほんとだ、これはアウト。なんかうんち貝探しの達人になってきた気がする。まだ早いんじゃない？さっき初級だって書いてあったから、もっと難しいレベルのがあるはずだよ。なるほど、やってみたい。2日目もクリアだね。今度はウサギのうんちだね。ウサギのうんちって謎だな。で、うんちの料理流れてきた。いや、あれはカレーだろ。でもうんちの工場で流れてくるとちょっと紛らわしいね。偽物さよなら。いいね、いいね。これで3日目だね。最初と比べてスピードも上がってきてるし、注意しないとだね。お任せあり。よし、順調順調。てか、よく見たらなんか書いてあるな。花よりうんち。うんちが大好きなんですな。花より団子じゃないんだ。とりあえず初級はクリアだね。それじゃあ他の難易度もやってみよっか。このエリート級ってやつ気になりますな。いきなり中級とかからやった方がいいんじゃない？やっちゃおーっと。なんか嫌な予感が。うんちの数多すぎるって。どれがどれ？目と鼻と口がついてるやつが正解っぽいよ。え、全部ついてない？左からついてる、ついてない。いやー、いやー、さすがに難しすぎるんじゃない？いや、僕はエリート級をクリアしてうんちマスターになるんだ。いや、うんちマスターってなんだよ。よーし、気を取り直して。金色のうんちでヒゲがついてるやつだからね。オッケー。最初は大丈夫そう。これも大丈夫だね。いや、左。あ、ほんとだ。これでよしと。で、なんで？僕も気がつかなかったよ。おヒゲがなかったみたいだね。あ、てかこれ牙か？近くで見ると全然違うな。気を取り直して。角生えてて唇チューしてるやつ。え、全部してない？いや、一番左とその隣してない。あ、右も飛ばしちゃった。右も違ったみたい。ナイスクモリン。ね、狙い通りですな。絶対狙ってないだろ。これ番号つけた方がいいかな？左から順番に
1,2,3,4 にしよう。オッケー。3が容疑者みたいになってる。押し出しオッケー。2がなんか加えてて、3がバイキンマンみたいになってる。いい感じ。これはどれも同じかな。いや、よく見て、3の目が違うよ。本当だ。押し出します。1日目クリアだ。いいねいいね。次は銀色でハートのうんちだ。ピカピカでいいですな。欲しくなってきちゃったよ。うんちゲットしてどうするんだよ。4が猫耳になってるね。うんうん、これは全部同じ。そうだね。で、待て、4のうんちなんか生えてるぞ。い、本当だ。危ない危ない。このうんちたちは大丈夫そうだね。うんち貝探しの達人になってきましたぞ。これは1かな。目つぶってるに。ピッタリー、ピッタリー。僕も気がつかなかった。どこが違ったんだろう。あ、よく見て、口の形が違ったんだ。本当だ。これは気がつかなかったですな。次はうんちの王様だね。2と4の色が違うに。次は全部 OK かな。あれ、2の王冠がないよ。本当だ。ナイスクモリン。あれ、違いがわかんないよ。多分これは全部合ってる。これも合ってるよね。うん。いや、ちょっと待って、3だけ笑ってる。お、本当だ。これは色が違うね。うん、ビッグマッティ全部違う。あ、本当だ。よく気がついたね。まあ僕はうんちマスターだからね。なるほどね。2日目もクリア。いい感じだね。次はピンピカサングラス日焼けうんちだね。響きすごいな。2と3が違う。これは1がサングラスなくて、2がリボンつけてる。これは3,4だね。あれ、2に鼻がないような。ほんとだ。3日目もクリアだね。ナイスナイス。次はうんちの天使だ。これは全部同じ。で、結構スピード上がってない？僕たちうんちマスターなら余裕でしょう。あー、僕もうんちマスターな感じ。1と3と4。いや、1と2と4じゃない？あ、ほんとだ。うんちマスターの座は BB に譲るよ。それはいらないかな。ついに最終日だ。頑張ろう頑張ろう。3がハート、4が猫耳ついてる。これは2にお鼻がついてるね。1の色が違う。4の口も違うよ。ほんとだ。ナイスミミ。3の色と4の目がちょっと違うかも。オッケー。これは4の口だね。これは3。やった、クリアだ。ナイスナイス。なかなか難しかったですな。でもこれで僕たちうんちマスターだね。僕は一緒じゃなくてもいいかな。そうだ。みんなもうんち貝探ししてみてね。おはよう、プリル。おはよう、クモリン。今日はとっておきのゲームを持ってきたよ。前にBBと一緒に遊んで楽しかったんだけど。どれどれ？え、なにこれ、うんち？そうそう、うんちの違いを探していくゲームなんだ。うんちの違い？うんちに違いなんてあるんだ。全然違うよ。うんちを作る工場に行って、間違ったうんちを見つけたら弾いて飛ばすんだよ。そうなんだ。ちなみに前はどのくらいまでやったの？確かエリート級まで行ったんだよ。え、すごいじゃん。それは期待しちゃうね。もう僕はうんち貝探しマスターですぞ。僕たちのうんち貝探しをいいねで応援して。じゃあ早速やってみようか。前にやったエリート級よりももっと上の達人級から行っちゃうよ。え、なにこのうんち、かわいいでしょ。こうやって違いを見つけたら弾いて、って、あ、なに？爆発したよって感じで、間違えたら爆発するんだよ。なるほど、説明のために爆発させてくれたんだね。そうそう。じゃあ気を取り直して。なんかさっきも思ったけど、個性的なうんち多くない？そうそう、僕たちは誇りを持ってうんちを作ってるんだ。クモリンが作ってるんだ。左のうんちの色が違う。いいねいいね。あ、右、親子うんちだ。本当だ、
ていうかこれ結構流れるの早くない？よく違い気づけるね。そりゃうんちがい探しマスターですから。言ってるそばから爆発させてるし。うんちがい探しマスター失格ってこと？まだ大丈夫でしょ。よし、今度こそうんちがい探しマスターらしくやるぞ。なんか鏡餅みたいの聞いた。おいしそうなうんち。じゃなくて餅。そこ間違える？俺は合ってそうかな。にゃ、左の口が違う。え、ほんとだ、全然気がつかなかった。さすがうんちがい探しマスター。これは帽子が違うね。これは目が違う。今回のうんち、右と左で色が同じだからどっちがどっちかわからなくなっちゃいそうだね。あ、金ピカうんちだ。ラッキー。金ピカを落とすと何か変わったりするの？僕が嬉しい気持ちになる。よかったね。これは何か加えてるのと目が違う。あ、1日目クリアだ。やったね。やはり達人級ともなると1日クリアするのも大変ですな。あと4日間あるのかな。頑張ろうね。クリアできたらプリルもうんちがい探しマスターだね。ちょっとやだな。次は白うんちと茶色うんちだ。左の方は舌が出てて、右はなんかほんわかしてるね。よし、これは同じでいい。よく見て、左の口元が違うよ。ほんとだ、さすがプリル。あ、これは左が寝ちゃってる。というか、さっきよりなんか速くなってない？一日ごとにスピードアップしていくんだよ。あ、これは左の色が違う。いい感じ、いい感じ。これは左の目が開いてるに。あ、これもだ。これも開いてる。違うのが目とかだとわかりやすいね。これは右の口が違う。待って、くもり、左も違うよ。え、ほんとだ、下かと思ったよ。危ない危ない。これは右の色が違うね。あ、右のうんち鳥さんになってる。左は王冠ついてるし、なんか間違い面白いね。3日目だ。おひげうんちと角うんちだね。右がハートうんちだ。なんか可愛いね。これは大丈夫で。え、なんで？これは大丈夫で。え、なんで？私も気づかなかった。おひげが違ってたみたいだね。ほんとだ。うん、違いました、失格だ。まあまあ、次頑張ろう。もう一回やる前に一回休憩したいな。確かに、ずっとやってると疲れちゃうもんね。ってことで、国宝耐久やります。え、それ休憩なの？よーい、スタート。いや、量増えすぎじゃない？え、一発目からミスるんかい。うん、休憩したし、達人級に戻りますか。逆に疲れたような気もするけど。じゃあ改めて達人級スタート。三角のチョコレートみたいなうんちと赤い天使のうんちだね。なんかチョコレートみたいなうんち、やだな。右の色が違う。これは右がチョコレートじゃないね。え、あれ、今度はうんちがないよ。よく見て、透明うんちになってる。ほんとだ、ナイスプリル。なんか左のレーンのうんち、全然間違ってないね。言われてみれば確かに。で、最後まで全然間違ってなかった。あ、最終日だよ。ついに。慎重に。普通のうんちと目を閉じたオレンジうんちだね。左が目開いてる。これは左が何か加えてるね。右が目つぶってる。左がサングラスかけてるよ。これは右。左の色が違うね。これはおひげと、なんか加えてる。ウサギの耳ついてるよ。こっち。結構慣れてきたね。こっちが違くて、これは左。ついにクリアだ。やったね、くもりん。これで本物のうんちがい探しマスターになったぞ。いや、今までは偽物だったんかい。そうだ。これは何個違い見つけられたかな。困ったレボー。今回は学校でうんちを漏らさないようにトイレに急げっていうゲームなんだ。なるほど、急げ急げ、もうすぐトイレだ。なんだ、簡単じゃん。この人何してるんだろう。ちょっとそこどいてよ。にゃー、邪魔されて入れなかった。仕方ない、他のトイレを探してみよう。やるぞやるぞやるぞ。うわー、うんちに顔があるよ。可愛い顔だけど、当たらないように気をつけてね。任せて。ほいほいほい。見て見て、他のお友達に追いつけたね。先にゴールしちゃうぞ。やんなこりー。
大きいトイレットペーパーが転がってきてる。当たっちゃうと潰れちゃいそうだね。こんな時はクモリンダッシュ。またトイレ発見。扇風機の羽から風が出てるけど今度は入れるかな。うわあ、風に押されて落ちちゃった。もうちょっとだったのにね。まだトイレはあるはず。進んでみよう。今度はどんなステージなんだろう。運動会をしてるみたい。面白そう。僕のかっこいいところ見せちゃおう。ゴー、トリュー。滑り台だ。ぐるぐる滑り台が大好きなんだよね。あにゃ、残念、そっちの滑り台はいけないみたいだね。青い方に進まないといけなかったのか。トー、うわー、落ちちゃった。ちょっと隙間があったんだね。今度は落ちなかったよ。何して遊んでるの？くもりん、遊んでるんじゃなくてスポーツの試合をしてると思うよ。そうだったのか。ちょっと失礼しますね。くもりんダッシュ。あれ、大きい人曲がってくるんじゃない？おっとっと、こっちから行っちゃうもんね。何ここ、うんちがいっぱいだ。大きいうんちだね。当たらないように気をつけて。任せにゃさい。ほら、当たらなかったでしょ。上手だったね。あ、目の前にあるのトイレじゃない？ほんとだ、ここがゴールなのかな。どうだろうどうだろう。海に遊びに行くとよく見るトイレだよね。あにに、空に何かあるよ。なんだか嫌な予感が。嘘でしょ、車でトイレが潰されちゃった。目の前にトイレがあったのに。また探しに行かなきゃ。これはなかなか厳しい戦いになりそうですな。あれ、何してるんだろう。きっとダンスの練習だよ。僕もやってみよう。イエイイエイ。踊ってないで、早くトイレ探しに行くよ。下に怪しいのが流れてるし、なんか不気味なステージになってきたね。大丈夫だってば。ぴょんぴょんぴょん。また新しいステージに来れた。落ちちゃダメって書いてる。はーい。あ、この下にトイレ発見。急げー。落ちちゃってるじゃん。落ちないように気をつけて進もう。走って止まる、走って止まる。やり直しになっちゃった。緑色の液体に当たってもダメみたい。しっかりジャンプして避けないと。ラジャー。向こうにいるタコさんは何してるのかな。きっと落ちないように見守ってくれてるんだよ。お友達になれそう。本当にそうかな。ちょっとちょっと、タコさん何してるの。通せんぼされちゃった。これじゃあまたトイレに行けないね。こうなったら仕方ない。どんどん行くぞ。次はどんなステージなのかな。ん、なんか喜んでるよ。どうしたんだろう。あ、うんちが流れてる。あそこは気をつけないといけませんにゃ。わあ、あのトイレってゴールなんじゃない。もうちょっとだ、行くぞ。てりゃー、ちょー、でっかいうんちが流れてきた。こっちにほい、そっちにほい。危ない、セーフ。ヒヤヒヤしたよ。うん、僕なら大丈夫。ぴょんぴょんぴょん、もう一回ぴょんぴょんぴょん。なにこれ、うんちしかないじゃん。うんちに当たっちゃったらどうなるんだろう。ちょっとくもりん、そっとそっと。わあ、びっくりした。うんちに当たっちゃうと座っちゃうの。アウトじゃないんだ。ほら、もうちょっとでトイレに行けるよ。行こう行こう。やった、これでゆっくりトイレができるぞ。トイレはどっちかな。反対側みたい。ボタンが出てきた。ポチッとな。あれ、何にも起きないね。なんでだろう、金ピカトイレにしか見えないよ。けどきっとこれでゴールだよね。入り口の方に戻ってみよう。ほら、ゴールできてた。やった。でも最後にボスとか出てくれてもよかったのにな。そうだ、もう一回やったらボス出るかも。いやいや、無事にトイレ行けたんだからいいじゃん。そうだ、食べるが足りないよ。おはよう。で、なんか草。これは、あんち。なんでこんなところに。おはようぐ
遊びに来たよ。うわ、大きなうんち。あ、これはそのもしかしてクモリンおもらししちゃったの？おもらし、まあそういう時もあるよね。まあ待って、違う、このうんち僕のじゃないから。だってここクモリンの部屋でしょ。なんだから。プリル、あんまり追求しないであげた方が。あー、ごめんねクモリン。いいよって、僕のじゃないのは本当だからね。ね、クモリンがそこまで言うなら僕信じるよ。ザンザン。でもこんなところにうんちするなんて、他に誰がやったんだろう。あ、なにこれ。ん？何かあったの？地図だよ。何の地図？きっとうんちした人の家の場所が書いてあるんだよ。もしかしてこのバツ印のところ？そうそう。自分の家くらい地図がなくてもわかると思うんだけど。でもさ、僕じゃないんだったらここの家の人しかいないでしょ。まあどんな人なのか調べてみるくらいならいいんじゃないかな。そうだよね。じゃあ早速突撃だ。おー、ここで合ってる？一応地図だとこの建物が一番近いけど。よし、僕の家に勝手にうんちしたことを文句言ってやる。 TNT がたくさん。ここって本当に人が住んでるお家なんだよね。そうに決まってるじゃん。お邪魔します。なんかおかしい。爆弾だらけの家とか危険すぎるでしょ。でも場所は合ってるんだけどな。とりあえず下のスイッチを踏まないように慎重に進もう。そうだね。いやー、言ってるそばから。クモリン大丈夫？なんとか。足元はよく見て進まないと。はいはいはい。よトントコトン。よし、ここまで来れたね。ふー、怖かった。次行こう。今度は何が来るんだろう。バナナには種があるのか、だって。なぞなぞだ。種があるかないか、バナナを食べたことある人なら解ける問題だね。ここはバナナ博士の僕に任せて。種はありません。さすがクモリン、バナナのことなら完璧だね。でも種がないのに次のバナナができるのはどうしてなんだろう。それはね、バナナの茎の根っこから出てくる新しい芽を使って育ててるからだよってテレビで言ってた。そうなんだ。面白い。あれ、またバナナの問題だ。やった、なんでも来い来い。じゃあ行くよ。バナナが育つのは暑い国、寒い国？どっちだろう。これは暑い国だよ。そうなの？本当だ、当たってる。わーい、クモリン天才です。次の問題は、バナナの表面に黒い点々がついてるのはなぜ？また？え、なんでだろう。この前調べた問題ばっかり出てくる。黒い点々ついてるバナナってあんまり美味しそうには見えないけど。これは確か甘くて食べ頃だよって教えてくれてるサインだった気がする。あの見た目で？むしろ食べちゃダメなのかと思ってたよ。うん。お、これが最後の問題だね。バナナを一番生産している国はどこだ？日本でよく見かけるし、一番は日本じゃない？他の国は行ったことないし、僕もよくわかんないかも。これはインドだね。へえ、日本じゃないんだ。そうだよ、一回はインドに行ってバナナに囲まれてみたいな。バナナ好きにはたまらないね。それにしてもバナナの問題しか出てこないって、どんだけバナナ好きな人なんだろう。
クと同じぐらいバナナが好きな人が住んでるってことなのかな。お友達になりたい。あれれ、うんちをした犯人を探しに来たはずなんじゃ。あ、そうだった。ほらほら、早く犯人探しに行くよ。バナナアスレチック、この上渡るの。あれ、僕なんか見覚えがある気が。え、クモリン来たことあるの。わかんない、なんかそんな気がしただけ。そっか、ぴょんぴょんぴょん、一番乗り。あ、ずるい、僕も。よいよいよい、わー、ほいほいほーい、ほほほ、最後よいしょっと、クリアだ。やったってことは、この先に家の主が。え、え、あれれれれれ、バナナがたくさん。ただの倉庫じゃん。ああ、どうしたの。もう、ここ僕のバナナ倉庫だった。え、ここクモリンが作ったの。うん、大事なバナナだから、硬いセキュリティで守ってあげようと思って。何やってんねん。じゃあ、ここに来てもあんまり意味なかったみたいだね。もう外暗くなっちゃったし、犯人探しをまた今度にしてお家に帰ろう。そうだね。あ、もう夜だからゾンビが出てきちゃってる。やだ、僕の家の近くに来ないで。早くやっつけないと。うん、待って、二人とも。なになに。うわ、ゾンビがうんちしてる。これってもしかして、犯人ゾンビじゃん。多分家の周りが暗いからゾンビが寄ってきちゃったのかもね。オーマイガー。今回の動画面白かったよーってお友達はいいねを押してね。他にもやってほしいことがあったら LINE で教えて。もうこれじゃあトイレたくさん設置しないといけないじゃん。なんで。ゾンビ10体くらい来て家がうんちだらけにされたら困るじゃん。普通に松明置いた方が早いでしょうが。そうだ、みんなもうんちされないように気をつけてね。今日はトイレのゲームをやっていくよ。トイレのゲーム、何それ。いろいろなトイレを発見していくんだ。やるほど、早速やってみよう。いろんなトイレが見つかるようにいいねで応援してね。何より、トイレに顔入ってるよ。すごい動いてるね。あ、聞いちゃった。あんな感じで面白いトイレがあるみたい。あそこのトイレ入ってみよう。イランがゲットした。このゲットしたやつでトイレに変身できるみたいだよ。変身、早速やってみよう。本当に変身できた。にしてもすごい動きだな。これこれで入り口にいたこともしかしたら仲良くなれるかも。行ってみよっか。遊びに来たよ。で、なんで攻撃されたね。この姿になっても仲良くなれないのか。襲われちゃうから逃げないとだね。別のトイレにしよう。これトイレの個室ごと。ドアから顔がこんにちはしてるよ。それ動きづらくないの。意外とスイスイ行けるよ。待って、クモリン後ろ。うわー、あんなところにもいたなんて。え、何そのスキン。飛行機マンだよ。よいしょ。あれ、見た目は飛行機だけど飛べないみたいだね。残念。何のスキンこれ。これはね、マッチョだよ。なんか強そうだね。やっぱり戦うためには気合い入れとこうと思って。確かに。うん、ここにもアイテムある。コレクション増えてきたね。あれ、閉じ込められちゃった。出れないよ。どうしよう。フェンスを越えられるくらい大きいスキンがあればいいんだけど。あ、これなんかどう。ジャンプしてみよう。えい。お、いけたね。このスキン背高いから高いところも登れるかも。さすがにいけるわけで。いけちゃうんかい。見て見て、トイレだけが入れるって書いてあるよ。なるほど、このトイレならどうだ。これで入れそうだね。
入れてマッチョにしよう。強そうに見えるもんね。やった、アイテム1個ゲットだね。やばい、ドア閉まったぞ。なんで、わー捕まっちゃったね。これで行ってみる。取れた、あー間に合った。ここなんだろう、教会かな。ここには何もなさそうだね。あ、ここに階段あるぞ。本当だ、もしかして隠し通路。入ってみよう。なにここ、て、天国。教会の下が天国に繋がってたのか。空すごい綺麗だね。ゲット、見て見て、街があんなに遠くにあるよ。本当だね。でもこれどうやって戻るんだろう。確かに、僕たち天国に閉じ込められちゃったの。ここから降りてみよう。何やってんだよ。トイレに溶け込もうとしてる。そのスキンで溶け込むのは無理じゃないかな。そうだ、まあ